コルトン・ヘインズは、アメリカ合衆国の俳優、モデル及び歌手である。ドラマ、ティーン、ウルフのジャクソン役、アロー、アローのロイ、アーセナル役で知られている。ウィリアム・クレイトン・ヘインズとディナ・デニース・ミッチェルの間の、子供たちの一人で、他に5人の兄弟がいる。カンザス州アンデールで生まれて育ち、その後は、アーカンソー州、ニュー、メキシコ州、テキサス州、フロリダ州などに住んでいた。 高校は、フロリダ州のナバールハイスクール、カンザス州のアンデールハイスクールに通い、テキサス州シェッツのサミュエル・クレメンスハイスクールを卒業した。15歳の時に、ブルース・ウェバー撮影によるアバクロン・ビー・アンド・フィッチの広告にモデルとして登場して、キャリアを開始し、続けて、キラ・プラスティーナ、JC ・ペニーそしてラルフ・ローレンなどのキャンペーンにモデルとして登場した。 2007年公開のトランスフォーマーで映画に出演し、同じく2007年 t v シリーズの CSI マイアミにゲスト出演で登場した。2012年10月12日 t v シリーズティーン・ウルフのシーズン2でレギュラーを離れることが発表された。また CW の t v シリーズアロー、アローではロイ、アーセナル役でシーズン2からレギュラーに起用されたが、 シーズン3の終了と共に降板した。2012年、レオナルイスのメガボルト、トラブルにボーイフレンド役で出演した。2013年、ビクトリア・ジャスティスのメガボルト、ゴールドに出演し、同年、歌手のトラビス・アトレオと、ベビー・イッツ・クリスマスをリリースし、ニューハイツと19有名のカバー曲をリリースした。2014年、アンディ・グラマーのメガボルト、ハニー。 イアイムグッド2カメを出演し、同年、今まで録音したカバー曲のいくつかをリリースした。2014年、アバクロンビーフィッチのメイキング・オブ・エースターキャンペーンに起用されて、ブルース・ウェーバー撮影の写真によって、世界中のショップで展示された。2017年6月、アメリカン・ホラー・ストーリー・カルトに出演することが発表された2016年1月に、 タンブラーのコメントがゲイの告白ではないかと憶測されたものの本人はまだ公然と話す決心はついていなかったので3ヶ月間は不安心軽症の治療を受けることになった2016年5月にはエンターテインメントウィークリーのインタビューの中で正式にゲイであることをカミングアウトした2017年3月11日にフローリストのジェフリー・ザムと婚約し 2017年10月27日にリーザムと結婚した。そして性をヘインズリーザムに変更した。ありがとうございます。